どうも皆様こんにちは。パチンコをやめて59日目のおじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者100名を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで今日のお話なんですけれども、パチンコをやめて本来の自分を取り戻すためにまずは借金を整理しよう、そういうお話を以前の動画でいたしましたが、次にやることは何かというと金銭感覚を取り戻すことじゃないかなということでお話をしていきたいと思います。金銭感覚、パチンコをしていると5000円負け、5000円勝ち、ハマっているとき私はその5000円をとても小さな金額だと思っていました。5000円勝ちか、もうちょっと打ってもうちょっと勝ちたいな、1万円にして2万円にしてもうちょっと勝ちたい、そう思って遊戯を続けて結局負けてしまう、そういうこともよくありました。そして4万円5万円と使っていた時に3万5千円、4万円、4万5千円と出玉が出た時、はあよかった今日は5千円負けか、5千円負けならまあまあ負けたけど全然大丈夫だな、そんな感覚にとらわれていました。でも5千円で何ができるか、5千円だけじゃありません。1000円、2000円、小さく見えるそのお金も積み重なればとても大きなお金になっていきます。パチンコをしているときは本当に金銭感覚が狂っていたと思います。1万円2万円なんて全然序の口で、4万5万6万、そのぐらい1日で、むしろ半日でなくなることはよくありました。でもやめて59日経った今、なんて大きなお金だと思います。4万5万6万で何ができるか本当に身に染みて思います。美味しいご飯も食べられるし、旅行だって行けちゃいます。大切な人に贈り物だってできる、いろんなことができるんです。さて、私がいかにパチンコをしている時金銭感覚が狂っていたかお話をさせていただいたんですけれども、じゃあどうやって金銭感覚を取り戻すのかというと、使ったお金を1円単位でしっかりと記録していくということですね。私も以前行っていました。コンビニで100円のおにぎりを買った時でも、ガソリンを入れた時でも、支払いをした時でも、しっかり100円単位で記録していきました。そして何が起こったかというと、この金額でこんなに豊かになれるんだ、お昼ご飯が食べられる、夜ご飯が食べられる、支払いをしっかりできる、まあ、服を買える、1万円なんてパチンコをしていれば一瞬でした。本当に一瞬だと言っていいと思います。そしてその1万円で得たものは何だっただろうかと思うぐらいに、本当に1万円あればいろんなことができます。しっかりとお金を1000円、500円、100円、1円単位で捉えることができるんです。パチンコをしているとなんか1000円が中身のないもののように思えてしまって、サンドに入れて無意識的にボタンを押して弾が流れてくる、その状況を眺め右手でハンドルを握り弾を打ち込む、4円が1玉4円が流れていきます。そんな意識は持っていないです。でも1円単位でしっかりと自分の支出を記録して、自分の使っているお金っていうのを認識することでなんか豊かさを感じるんですよね。自分が買ったものを、あ、これは自分のお金で買ったんだって、いくら払ってその対価としてこの品物を買った、その体験をした、そういったことを自覚することで自分の金銭感覚が徐々になんですけれども取り戻されていきます。まあ、それでパチンコをやめることにはつながらない可能性はあるんですけれども、そうすることでお金の大切さ、自分の使っているお金の金額などを把握することができるので、まあ、貯金をする際とか自分が何にいくら使うのかっていうところを決めている時にも役立っていくのかなと思います。まあ、例えば1万円を自分の交際費として使っているのなら、今日飲み会で例えば3000円使ったから、じゃああと7000円使えるなって把握することにもつながるので、記録すること、1円単位でしっかりと自分が使ったお金を記録していくことをお勧めします。そしてその記録する方法なんですけれども、それはどんな方法でもいいと思います。紙に記入してもいいですし、まあ、スマホだとかお小遣い帳みたいなアプリとかもあるので、そちらを使って自分がいくらお金を使っていってるのかっていうのを記録していってほしいなと思います。さて、皆様に合った方法が見つかれば、あとはもうそれを継続していくだけです。継続が力なり。
本当1日2日でやめちゃうと意味がないと思うので、継続できるやり方を見つけていってほしいなと思います。ちなみに私は、まあ、このスケジュール帳ですね、スケジュール帳に日々今日いくら使ったとか何に使ったっていうのをしっかりと、もう使った後に書ける状況であればすぐ書いていました。そして、まあ、書けない状況の時はスマートフォンで記録して、後ほどこのスケジュール帳に記入するという方法を取っていました。はい、ということで今日は金銭感覚を取り戻す方法として、1円単位で自分が使ったものを記録していこうというお話をいたしました。いや、金銭感覚取り戻すっていうのは本当人生の豊かさにも直結してくる話だと思うので、まあ、パチンコをやめたいやめたくないに関わらずしていった方がいいことなんじゃないかなと思います。ということで今日のご視聴ありがとうございました。おじチャンネルでした。じゃあね、お疲れ様でした。